はい、いいですか、ありがとうございます。すごい。はい。万丈さんご存知だったんですか。落語が好きなんです。ああ、そうなんですか。今そう、そう、我々あれなんですよ、七軒町寄せっていうのもやってて。そうですよね。そうなんです、そうなんです。またぜひあのチェックしてみてください。はい、昨日浜松に、あの成金ってわかりますか。はい、成金あの神田松之丞講談師、はいはい。はい、知ってます。彼らのグループで成金っていうグループがあるんですけど、その滝川小井八、柳亭小痴楽、その3人でよく回るんですよ。それを昨日見に行ってきて、いいですね。で、実はスノードカフェで、清水のスノードカフェで神田松之丞さんは昔講談やってくれたことがあるんです。へえ、すごいよ。私神田松之丞をもう目の前で5回ぐらい見てます。めっちゃ落語好きな。でもまあ松之丞さんは講談なので。あ、これ外してみます。あ、外しました。はい、もうほんとね、徹夜で並ぶんだもんね。すごいね。そんなに。いや、今すごいですよね。あの清水のにぎわい落語もあるじゃないですか、はい、あれ、徹夜で並ぶんですよ。いや、すごい。一番前となって昨日でも行って、松之丞さんちゃんとあれですよ、ちゃんと気がついてくれて、話しました。いいなー。あの、あれなんですよ、それ以外にも呼んだ時あるんです、静岡に。で、ばったり行って。あ、小井八さんは、も最高ですね。浜松で、師匠の一門パイとかに行かせてもらってるんで、はいはいはい、面白い、本当小井八さんすごいです。スイッチオン。え、難しいとか言うかな。あ、オン、あ、え、あ、これ、あ、これですか。はい、すごいですね、はい、ラジオと、ラジオと。あ、押してみますか。はい、いいんですよ。どうぞ。押してください。押してください。大きい方ですか。せー、はい、と、せーの、おー、すごい、ね、もう一枚いきます。せーの、あれ、レンちゃん、ミスもっと、はい、ハイナーミス、はい、どなたか押してください。はい、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 チーズ。あれ、みんな入ってる。はい、結構レンちゃん、レンちゃんになっちゃう。よし、結構重いでしょ。重いです。はい、チーズ。あ、今とても、はい。あ、できた。はい、いいにしました。ありがとうございます。ありがとうございます。いいでございます。ぜひ皆さんこのチラシをお持ちになってください。今日は。ね、混みますよね。そう、だからね、ワンジョーさんだけはちょっと整理券を。そうですよね。どうぞ、皆さんに。はい、はい、あ、ありがとうございます。ぜひ時間がありましたらお出かけください。はい、あります。あるチェック。あれ、お店に置いてなかったっけ。置いてないです、まだ。昔、会津落語クラブってやってたんですよね。へー、あー、そうなんですね。落語さん呼んでね。もうこの川田版も、はいはいはい、あ、はいはいはい、川田版も試験帳特集なんです。んハプニング特集な。これはすごいですね。今どれぐらいこれやってるんですか。